機械最弱の残白刀ってなんだと思う？に対するみんなの反応を見ていくぜ。挽回最弱はすぐ決まるけど視界最弱はどれだろうか？そもそも残月が視界かというと微妙なのである。参考までに挽回最弱教えてくれ。ハゲのやつ。本気出すために修復不可能な破損をする必要がある挽回。しかも本人が挽回との対話を怠っているため残白刀もやる気がないというパーフェクト。視界最弱もハゲでいいんじゃ。ただの初期見せつつ絵になるやつ。もともとあった有能な傷薬も消えちゃうし。マジでハゲが弱すぎて鼻で笑ってしまうわこのやりとり。ハゲがやっぱ挽回で最弱だと思う。なんなら花太郎の視界より弱いのでは。視界の時点で強力なのはもともとハゲより格上の連中に集まってるので、視界の時点ではハゲ自身の強さも相まって宝月丸がそんな弱く感じないな。どっちもハゲじゃない？作中に出てるやつに限定するとアフロの土ナマズとなんか飛び道具の二つ目持ってたやつが弱いと思う。土ナマズは地面操作できるし、室崎ガラスは自由操作の手裏剣ってことでいくらでも応用効きそうだけど、宝月丸は単なる刃のついた三節杖だからな。視界最弱なのはハゲの三節槍になるだけなのと大前田のモーニングになるだけの、どちらかじゃない。他は特殊能力とか色々付属効果あるのが多いけど。一番隊の副隊長もそうだろ。まあ一後に瞬殺されてなかったら何かしら能力披露してたかもしれないが。挽回がライゴロゴロだから電撃くらいは出せるものと思われる。強化水月の効果そのものは極論目をつむるだけで防げるから弱いといえば弱いぞ。アイゼンは能力と条件隠匿してたから決まったけど、シャラタンウンタラの人はネタバラシしたら速攻対策されて返り討ちに遭うという。目をつむりながら戦えんだろう。周りの被害とか考えず範囲攻撃すれば別に、そもそも強化水月の効果そのものに対してはって言ってんじゃん。だからアイゼンは山爺をメタリ尽くしたんだろうな。結局メタリきれなかったが。いつから目をつむっていると思っていた？強化水月は仕込みとかアイゼンが頑張ってた部分が大きいからな。あんな人が良いふりしてみんな偽視界披露したり。ソイポンは二撃決殺の時点で、決して弱くはないと思う。漫画だとドヤ顔で紹介しておきながら見せ場なかったのと、霊圧等々で格上には決まらないってだけで。ソイポンはまだ伸び台あるだろうしね。視界も夜一さんが一応警戒するレベルだから十分な性能のはずだったんだよ。メタ的に一撃以降は命中率低下。ソイポンミサイルも結構ひどいけどあれバラガンの上を貫通して顔面と片腕ぶっ壊す程度の火力はあるしな。隠密としては視界で十二分だし、あとは夜一の敵になるものを排除できる力でも欲しかったんだろう。女王とかよりは働き場気質だし。元と一番隊のイバさんはおそらくバニラ視界だし最弱まであるかもしれない。けどあと2番階に至って隊長にもなるくらいだし身体強化系の脳筋バフ能力くらいはあるのかもしれない。やっぱり使い手によって外れ能力でも強くなるよな。というか身体能力バフは大当たりじゃなくても大外れではないから。あとはバフ量の問題。イバさんのは形状的にも何ができる視界なのか全くわからない。イバさんはマジで戦ってるシーンがないのでどんな残白刀の能力でどんな風に戦うのかが全くわからんのでな。元11番隊の隊士で現11番隊隊士に一目置かれるくらいだからおそらく機動系の能力ではないのだろうけども。残月も能力自体はシンプルで本体の出力が並外れてるタイプか。イバさんはバランスがいいから。鼻天胸骨も外れ臭いよな。本人が遊び選べないし。野ざらしはバニラだけど使用者が化け物だとそんなの関係ねえタイプだろうな。ワビスケみたいなタイプもあるし見た目だけでバニラとは決めつけられない。宝月丸はバニラだとほぼ確定してるけど。使い手が弱ければ最強も無駄になることだってある。劣化千本桜。槍様によってはむちゃくちゃ強そうなのにな。つっても兄様の介護官だと思う。柄を鞘に収めたら歯を補給できるのは明確な強みだぞ。特殊な例だけど花太郎のひさご丸は弱いんじゃないか。朱色でゲージ解放できるのをどう評価するかだけど。夜一さんの視界はキャットフードを生成する能力説。挽回がチートだけど風死にも視界だけだと弱い部類だと思う。実はあれ視界の時点で生命力にバフかける能力があるんすよ。視界してたらオートでザオリクだっけ？かなりのインチキ能力だよね。三輪三節こんなだけの人がバカみたいじゃないですか。視界も本人次第な気がする。兄様のとかあれその辺のやつが持ってても大した攻撃力でなさそう。千本桜はそもそも狩猟しまくった白夜でも操作が難しいって言ってる程度なので、
本人強いだけでそもそもそんなに強くないような視界も挽回も。アニメの残白刀擬人化編見直すしかないな。安定のハゲに草生える。ハゲは絶対残白刀と対は足りてないよ。ホオズキの花言葉からしてなんかまだあるだろ。駒村隊長の点検ってどんなんだっけ。妙王の腕だけ召喚、腕と刀の召喚。挽回最弱も視界最弱もハゲでは。傷薬が本体だから本来の力を発揮すれば挽回も修復できる。スズメバチは露出した急所を増やしまくるとかいうバカチート能力だし、相手がアイゼンじゃなきゃ霊圧がどうとかも基本なさそうだしな。場所を限定すると操作かなの断りも使いづらそうだよな。残白刀ガチャするくらいなら起動極めて黒棺覚えよう。夜市さんみたいに開き直って素手で OK。 能力が判明してる範囲でならハゲやろな。視界するまでの朝内さやの二刀流でいい勝負してたのに、視界したら一瞬でボコられたのはイメージ悪すぎる。強化水月は最弱ではなさそうだけど戦闘力が変化するわけではないし、アイゼンの化け物地味た霊圧ありきってのはありそうやな。範囲攻撃はもちろん怠慢で来られても誤認させるだけじゃ結局実力で負けるだろうし。ハイネコも割と弱い気がする。殺傷能力が低すぎる。ハイネコは小説で現在の残白刀の中で銃の指に入ると言われたらしい。多分弱く見えるのは乱菊のスペックが低いだけな気がする。ホオズキ丸は分裂機能がつくとはいえ木製部分がしょっちゅう破壊されるからすごく弱い印象がある。確か実際イチゴに素手で壊されてたよな。ハズレといえば名前が出てくる立ち風は許された。いや個人的にはあんなん切り合いで使われたら体勢崩されてそのまま制圧されるパターンが見えるから悪くはないと思うんだが。立ち風さんは物理極振りすぎるのとリーチがね。挽回したらさらに短くなるし本人の気性にマッチしてるとは思うけれども。視界も判明してない人たちは実はホオズキ丸以上に弱いから戦闘に出てきてないのかもしれない。不軸弱はどうなんだろ。ただ歯の数増えただけに見えるし、ただ偽の視界だから最弱とまではいかないか。最弱のことハゲっていうのやめなよ。ちゃんと対話してたら三節杖もなんか能力あるんだろうな。もう壊れたからわからないけど。紅姫の視界って能力なん。ちゃん一みたいに衝撃波だけなん。鞘から出る血を硬質化したり操作する能力っぽい。斬撃飛ばし以外にも盾とかにもできる。大前田の5月ぶりの視界はモーニングスターになるだけだけど、隠密軌道で足が速くて余力もあるやつが瞬間的に質量攻撃を出せて、物量があるから盾にもできるし挽回じゃないから壊れても治ると、単純なパワー系なのに妙にいぶし銀なスペックがあるんだよな。視界最弱はイバさんのでしょ。ホオズキ丸みたいに槍と三節杖の使い分けによるトリッキーな攻撃すらもできない真のバニラ残白刀。おまけに名前すらわからない。下天胸骨の遊び選べない性質って絶対ブラフだよね。リジェ戦では明らかに状況に即した遊びを狙って発動させてるし。自分では選べない、加点が強楽さん大好きだから忖度する。人は切れない八鏡剣が最弱じゃないかな。そもそもあれ儀式用だし。ホオズキ丸は実は機動系能力を最後まで隠したまま説。まあ冗談は置いといて使い手を考慮しないならスズメバチはかなり使いにくいし弱そう。